ガダルカナル島のクルツ岬で回収された93式魚雷。第二次世界大戦中、ワシントン DC のアメリカ海軍司令部の外に展示されていた酸素魚雷とは燃料の酸化剤として空気の代わりに空気中濃度以上の酸素混合機体、もしくは純酸素を用いた魚雷である。日本において単に酸素魚雷といった場合、第二次世界大戦中、 唯一実用化され運用された、大日本帝国海軍の93式魚雷もしくは95式魚雷を指すことが多い。本校では、大日本帝国海軍の酸素魚雷を主題として述べる。ロングランスという愛称も知られているが、これは戦後にサミュエル・モリソンが付けたものである。第一次世界大戦以後の魚雷の推進動力は、燃料と酸化剤である圧縮空気を搭載して、 エンジンを回す内燃機関型と電池による電気モーター型に対別される。前者は高速つ長射程だが、多量の排気ガスの気泡が魚雷の鉱石に明瞭な白線となって浮かび上がり、魚雷の存在も打ってきた方位も露見しやすい欠点がある。後者は雷石がないが、熱装式に比して出力が低く速力、射程とも劣ると一長一短がある。 酸素魚雷は熱層式で圧縮空気に変えて純酸素を使用したものである。これにより排気ガスの成分はほぼ炭酸ガスと水蒸気のみとなる。蒸気は有に及ばず炭酸ガスも海水によく溶けるため酸素魚雷は雷石をほぼ引かないという電気式に準じる温密性が特徴である。また通常の熱層式よりも 燃焼効率が大きく向上したことで、速力、航続力もさらにパワーアップした。純酸素の使用で多くの利点が得られることは広く知られていたが、激しい燃焼反応のため機関指導時などに容易に爆発するという技術上の問題点が立ち塞がっていた。そうした中、日本は1933年、世界に先駆け酸素魚雷の開発に成功。以降、 対戦を通じて唯一実用化にこぎつけたのは日本以外ではイギリスのみであった。そのイギリスも純酸素ではなく酸素を増加した空気魚雷と酸素魚雷の中間のようなものである。酸素魚雷は当時の他国魚雷の水準に比して雷速と作薬量で勝り射程は数倍加えて鉱石の死人が困難という高性能なものでそれによって 戦争で、連合軍の艦艇は、多くの損害を被り、1943年に、露獲されるまで、連合軍は魚雷について知らなかった。一方で、酸素魚雷の整備性は、良好とは言えず誤爆を防ぐために、十分なメンテナンスを要し、また、早すぎる雷速のため、船底爆破用の磁気式の新艦が使用できず、接触式新艦を採用せざるを得ないなどの短所も、あった。 後に、日独技術交換により、大日本帝国海軍から、ドイツ海軍へも試験供与されたが、戦略的位置づけの違いもあり、整備性の悪さなどから、ユーボートでの使用には適さないと判断され、採用されていない。第二次世界大戦以後の魚雷は、主として整備性を向上させた多方式のものが、採用されている。しかし、ソビエート海軍では、主力魚雷として、電池式と、 酸素式の二方式を配備し、ロシア海軍でも酸素魚雷の運用が継続されている。これらは第二次世界大戦で露飼されたドイツ魚雷の系譜を引いたものである。ドイツ製魚雷の改良型である ET46 は、電池式、採用1946年、射程 6km、速力3 1 k ン、速約 450kg であった。 冷戦初期のソット 55M は、電池式、音響誘導、採用1955年、射程 6km、速力2 9 k ン、昨夜 300kg である。冷戦末期のユセット80は新型電池式、対戦対艦併用アクティブパッシブ音響誘導式、鉱石追尾機能、採用1980年、射程 18km、速力4 0 k ン。 作約 300kg、作戦深度 1000m 超の信頼性と静粛性を合わせ持つ高性能電池式の魚雷であった。より高速で、長射程な56から 65M は、ケロシン、過酸化水素タービン式、アクティブ音響誘導式、採用1969年、射程 12km、速力6 8 5 k ン、作約 307kg、 作戦深度2メートルから14メートルである。火酸化水素式の魚雷には特有の整備性の悪さがあるため、新型のケロシン、酸素タービン式が開発され使用されている。また、海上自衛隊でも、姿勢54式魚雷で電池式を採用したものの、72式超魚雷では酸素式を採用している。これらの魚雷は、 ヤマトミュージアムに展示されている95式魚雷、大日本帝国海軍では、ワシントン軍縮会議の結果がもたらした不利を克服するため、魚雷を主力兵装と位置づけ、戦術と合わせて開発を進めた。この時点での水雷戦術は、日本海海戦で示された通り、主力海戦で損傷した敵艦隊に対し至近距離から、とどめとして投入することが考えられていた。 しかしこうした投入方法は、冷層魚雷、乾式魚雷、湿式魚雷と魚雷の構造的発展が得られたこと、材料強度の向上、続いて大型化、多連装化などの発展により変化した。第一次世界大戦では、昼間の海戦でも主力艦に対して打撃を与えうる戦霊が見られるようになった。そこで大日本帝国海軍では、列強の先端を行く。 主力艦の推薦下防御を突破して確実に撃破し得る大型魚雷を装備した大型駆逐艦、無月型の導入に踏み切っていった。魚雷は長い構想時間を必要とするため未来一致算定が困難で命中精度が低い兵器と捉えられがちである。ただし魚雷は艦砲のように間接射撃を必要としない兵器である。艦砲が予想未来一に対する 即挙と即角を必要とするのに比べ、魚雷は未来一算定のための即角で良い有利さを持っている。関節照準射撃で山なりの弾道で空中から標的に当たる砲弾は距離の正確さが要求されるが、測定誤差は角度より距離の誤差の方がかなり大きいことに加え、関節射撃において誤差の出た距離による命中率の低下がそれを さらに類造させることにもよる。つまり、直接照準射撃をする戦車砲は700メートルの戦闘照準これに対し、水面下を直進する魚雷は、いかに長射程で、弾が遅くとも直接照準射撃であり、水雷戦では、未来一三邸以外の照準は0メートルから、最大射程で命中の可能性がある。要するに、三次元上の 天の命中範囲しかない漢方に対し、魚雷は二次元平面上の線の命中範囲を持っているということである。射砲の特性の相違の結果、第一次大戦の戦訓による魚雷側の主力艦同士の砲戦など、未来一の誤差が出にくい状況での実用的な光線距離は数千メートル程度にまで拡大していた。第二本帝国海軍では、 より確実な水雷戦闘力を求めて、さらに大型の駆逐艦、特型を導入した。戦術としては、前型が6車線であったものを9車線に増強し、敵主力艦が回避可能な範囲全てを覆うように駆逐隊単位で一斉に雷撃するというものであった。敵艦隊の防御火力も強力なことを算定し、12隻から16隻の駆逐艦を投入。 水雷戦隊として突入する。その盾となる突破支援に指定されていた条約巡洋艦戦隊も来層し、生産した艦は全て敵主力艦を攻撃する。こうした戦術から条約巡洋艦を切実に必要としていたのは日本だけであった。他国は主力艦戦力に余裕があったためである。強力な酸素魚雷の実用化は水雷志向をさらに加速させ、軽巡洋艦に 片源二十車線、計四十門にも及ぶ、大量の発射管を搭載した従来送艦を誕生させるに至った。また魚雷は、構造上、演習時には策略に変えて水などを充填すること。この水は、機室内の空気により排出することが可能で、主力艦艦砲のように方針の損耗を懸念することなく演習発射及び回収を行えた。従って、実弾発射訓練が、 比較的容易に可能であり、連動を上げやすい並走であった。魚雷のエンジンは推進用スクリューを駆動する。魚雷の開発から長期にわたって、燃料の酸化剤には内部タンクに圧縮搭載した空気を用いていたが、この方法では空気の80%を占める窒素が排気として、水中に大量放出された。窒素は水に溶けないため、気泡による鉱石ができた。 この窒素を酸素に置き換えると、より多量の作薬を搭載し、高速滑大射程という理想的な能力を高い、次元で両立できる。これにより実用有効射程は5000メートル程度から2万メートル、ないし2万5000メートル程度に伸び、さらに雷速50ノット程度での攻撃が可能となった。従来の魚雷は有効射程まで接近しないと攻撃不可能であったが、 手段は違い度等距離から打ち合える兵器の出現と目された。さらに戦術的な酸素魚雷の最大の特徴は魚雷の鉱石が目立たないということだった。酸素を酸化剤として使用する酸素魚雷では発生する二酸化炭素が比較的水に溶けやすいため、雷石は死者上でも目視困難だった。発見のしにくさは回避される可能性の低さにつながり、 より命中弾を得やすかった。ただし、酸素魚雷は始導直後の燃焼には空気を使用していたため、発射後300メートルから400メートルは雷石が残った。93式魚雷の後期型は空気の代わりに水に溶けやすい4塩化炭素を使用した。他国でも燃焼時の酸化剤として酸素を用いるメリットは認識していたが、試作段階で爆発事故が多発したため、 実用化を断念した。日本ではイギリスが酸素魚雷を試作しているとの一説には二酸化炭素と酸素の混合機体を使用したとされるが、開発担当者の説明には存在しない。酸素魚雷として世界で初めて開発に成功した大日本帝国海軍の93式魚雷は、1933年、暮海軍交渉魚雷実験部において発射実験に成功し、 岸本兼次実験部長、浅間理栄設計主任らを中心に研究が進められ、2年後に潜水艦用直径 53cm の95式魚雷の開発に成功した。その後、長崎兵器製作所において潜水艦用の魚雷を受注、無野の木久志義氏が出張研究にクレーへ派遣され、1937年から量産を開始した。 長崎兵器製作所製造を示す印の魚雷は終戦までに約2700本が生産された。これら印の魚雷は暮れ生まれよりも長崎生まれの方が優秀との連合艦隊の折り紙が付けられている。なお、これらの発射テストは一本一本、大村湾道崎原において何度も繰り返され、この結果安全性、直進性などの完成度が飛躍的に向上した。 特に他国の爆発事故を尻目に徹底した安全管理がなされ、爆発事故はなかった。酸素魚雷の整備、調整には、配管内の油分を完全に除去するため、4日から5日間の事前整備作業日数を必要とした。太平洋戦争中に、県独潜水艦作戦によって、ドイツ海軍は95式酸素魚雷を入手したが、研究目的での利用にとどめ、 実践においては使い勝手の良い電池式魚雷、蒸気式魚雷を使用した。酸素魚雷のもう一つの特徴は打撃破壊力が大きいことであった。それ以前の90式魚雷から大型高威力傾向は始まっているが、高純度酸素により実現した強力なエンジン出力を航続力、雷速に加えて作薬と載量の増大にも振り向けたことによる。 巡洋艦級の軍艦でもこの魚雷を一本ひかみなり、下だけで大破したケースもあり、日本駆逐艦との海戦の際には、敵に柔らかい横腹を見せるなが、連合軍の合言葉になったと言われる。大戦末期の大日本帝国海軍は、制空権を失い、酸素魚雷の活躍の場は少なくなったが、フィリピン霊帝島のオルモック湾海戦において、日本の駆逐艦、竹が、酸素魚雷を発射。 アメリカ海軍の新鋭艦隊駆逐艦、クーパーを撃沈している。酸素魚雷はまた、従来の空気魚雷との相違点として、湿式機関に必要だった真水タンクを搭載していない。従来の魚雷は、加水燃焼ガスを使う湿式機関を採用していた。この湿式機関は、燃焼ガスに魚雷内のタンクに積んだ真水を噴霧し、石油燃料の拡散率の向上と、 水蒸気爆発を利用、エンジンの燃焼効率と馬力を大きく向上させるシステムであった。しかし93式魚雷では高純度酸素と石油燃料の高圧混合ガスを燃焼する方式を取ったため、出力馬力が非常に強力になったとともに、燃焼用の真水タンクは不要となった。93式魚雷からは、機関室区画に海水が入る構造となり、 内蔵の小型ポンプで海水を循環させ、エンジンの冷却を補助していた。1942年9月15日、酸素魚雷の長距離かける層により、ガダルカナル戦船において、アメリカ戦艦、ノースカロライナを撃破した。これは、以後第19潜水艦が発射した95式、魚雷6本のうち、3本が、航空母艦、ワスプに命中し、撃沈。 さらに外れた魚雷が5回里の長距離を走って偶然車線上に居合わせた戦艦ノースカロライナ特区艦オブライエンに命中したものである。これによりノースカロライナは左玄艦主部水戦下に幅10メートル、高さ7メートルに及ぶ大波口が開き損傷し復帰まで3ヶ月を要した。築艦オブライエンは その損傷が元とで1942年10月19日に沈没。アメリカ海軍はこの攻撃を一隻の潜水艦が達成したと考えずもう一隻別の潜水艦がいたと推定しており実際には単独攻撃であることを知ったのは戦後であった。潜水艦搭載用の95式魚雷は 直径が 53cm であり、日本海軍水上艦艇が搭載する93式魚雷に比較すれば小型で威力は小さいが、実質的には、列強の水上艦艇搭載用魚雷と、同等以上の性能を有していた。靖国神社優秀館に展示されている回転、太平洋戦争末期に開発された、特攻兵器、回転の停滞後半部は93式魚雷の、 水深部を流用しているほか、深度調節用のジャイロスコープ装置を改良の上、装備している。同種打ち、編集詳細は、バタビア沖海戦及び、新州丸従順最上の5社を、参照酸素魚雷は、その長射程のため、重大な同種打ちを引き起こした事例もある。太平洋戦争初戦の乱印作戦、1942年3月1日の、ジャワ上陸作戦時に、 ジャワ島沖で起きたバタビア沖海戦において、従順洋艦、最上がアメリカ従順、ヒューストンを狙って午前1時27分に発射した93式酸素魚雷6本が目標を捉えられず、流れ玉となって、車線延長線上にいた大日本帝国陸軍の第16軍主力を乗せた味方輸送船団を襲った。最初に午前1時35分、右玄関室に直撃を受けた。 戦乱直演の第2号総回転が合沈1時38分に輸送船、桜丸、続いて病院船、宝来丸、そして事実上の世界初の揚陸艦である陸軍、特殊船、新州丸に93式魚雷が命中し、さらに雷撃を回避しようと急旋回した輸送船、達の丸が沈没した。この同種うちで沈没した特殊船、新州丸には、 第16軍司令官、今村仁氏陸軍中将が座上しており、同じく沈められた桜丸も、第16軍司令部指定船として、司令部要員や従軍記者、遠距離用無線機や暗号表といった各種重要機材が乗船していた。かつ、新州丸は、極めて先進的な揚陸艦機能、優秀な上陸船遂行能力のみならず、 機関的な司令部機能を有する日本軍にとって、虎の子的存在であった。ヒカミナリは、第一次上陸部隊の揚陸後であったものの、約100名が死亡し、約3時間後に、船舶兵らによって救助されるまで、今村中将以下の将兵は、重油の流出した海で漂流している。このように、軍司令部を、揚陸艦一隻、輸送船二隻、病院船一隻、 総回転一隻とともに、撃沈してしまった海軍の失態は大きなもので、あったが、帝国陸軍はこの事件の責任追及を行わず、海軍の名誉に傷をつけぬ、よう、新州丸以下の沈没は、敵軍の攻撃によるものにすることを提案さえした。人情将軍と謳われた人格者たる名将、今村中将も、あわや司令官以下戦士で、司令部機能完全喪失となりかけたにもかかわらず、 後日揃って謝罪に参った海軍指揮官を心よく許している。新州丸サルベージ作業直後に現場近くで93式魚雷のビブが引き上げられており、同志討ちの証拠は歴然であったが、陸軍の行為も、海戦自体は日本軍の大勝利に終わったにもかかわらず、参戦部隊の指揮官であった第五水雷戦隊司令、原健三郎少将は、戦訓所見として、 輸送船団白地資金の海面に置ける戦闘にして、しかも多数の野戦隊攻撃の体制に置ける魚雷船においては、射線方向に対して特に新人の注意を要すと、注意を促している。ジャイロスコープの不調、編集スラバヤ置き海戦において、酸素魚雷は2隻の従順洋艦、妙高と足柄から各8本、合計16本が発射されたが、 水面から飛び出したり瞑想するなどして一本も命中しない事態が発生している。これは艦が発揮する最大戦速34ノットでの魚雷発射を一度も行ったことがなかったことによる。原因は魚雷のジャイロスコープが高速度から発射した際の衝撃に耐えられず、結果、振動を調整できずに瞑想を起こしたためである。原因究明の結果、 ジャイロスコープの回転数が毎分8000回転と遅く不十分で衝撃が加わる。この欠点はかなり後まで改良されず、回転の開発に際して初めて毎分2万回転の電動ジャイロスコープに変更された。当時の日本軍の兵器全般の問題として、静止状態や丁寧な運用では問題が起こらないが乱暴な取り扱いをするとすぐに動作不良を起こす。 傾向があった。傭兵側からは、無人のバム用に耐えることを要求されていたが、性能及び工業的に耐えるものは、開発できなかったのが実情であった。また、運用側に、それを満足に検証する余力もなかった。上述の通り魚雷は、漢方よりも実写訓練しやすいというメリットがあったが、その魚雷でさえ、日本海軍では一本ごとに記録を取るなどで済ませる。 ことが多かった大事に扱われており、極限状態での使用を想定した訓練、実験は行われていなかった。国力に比して過大な軍事力を保有したことの歪みを示す事例の一つでもある。遠距離攻撃における命中率低下、編集酸素魚雷は音響探知などの誘導装置を持たないため、遠距離射撃では命中率が低下した。実際、スラバヤ沖海戦では、 相手は艦隊規模において列位であったが、高速の部隊であったため、日本海軍艦隊は従順ですら一隻に千発近く移行して、命中弾はほとんど得られなかった。またこの戦場では、長射程戦術により1万メートル以上での魚雷発射を多用したが、日本海軍の魚雷発射総数188本のうち命中したのはわずか4本だった。 高戦想定距離を 20km から 25km とし、酸素魚雷がこの射程を52ノットで窒素するのに11分近くかかることを考えれば、無誘導魚雷では、起動中の標的に命中しない。海戦において、戦闘行動中の敵が長時間変身、変速を一切しないことは考えられず、実戦では最大射程での発射は行われなかった。また、 あえて長射程を捨てて5000メートルまで接近して、最大雷速で発射しても、到達まで2、3分以上かかり、相手が変身、変速した場合に備えて戦場に発射しているとはいえ、到達までの間に相手が大きく変身すると命中しないため、実際には長射程の利点は指して発揮されなかった。潜水艦による奇襲攻撃でも、潜望鏡からではここまで離れた標的はもちろん、 視認できないし、日本は水中超音機による探知距離も劣っていたため、射程を活かすことができなかった。超射程での発射が多かったスラバヤ沖海戦においても2万メートル近くから発射して命中したのはオランダ駆逐艦コルテノールを放置させたハグロの一本だけである。他の三本の命中魚雷はスラバヤ沖海戦の終盤、残弾が少なくなり、 同候補船となったオランダ系巡、デロイテルと、同、ジャワに対して、重巡、ハグロ、ナチュが1万2000メートルから発射した軽12本の、うち1本ずつが命中したのと、航行不能に陥ったイギリス重巡、エクゼターに対して命中した1本のみである。この後、日本軍が戦った各海戦において1万メートル以上からの、魚雷発射はほとんど行われなくなり、 93式、魚雷は射程を減らして、作薬量を増やした3型が、徐々に主流となった。水中破壊力の比較、編集酸素魚雷の作薬量そのものは、非常に多いが、搭載されていた97式爆薬は、戦争直前に実用化された英米の HBX 爆薬などと比較して、水中破壊力の点で劣っていた。しかし、アメリカのマーク14魚雷が、 トーペックス 292kg を搭載し、TNT467kg 相当であるのと比較し、日本の93式魚雷は97式爆薬 490kg を搭載し、これは TNT588kg 相当と破壊力に優れている。新艦においても、戦争末期には水車式と呼ばれる艦艇起爆補助装置を開発し、 直進艦を使用できないデメリットの解消に努めた。これは、魚雷が水中をそうし始めると、水車の原理で魚雷に内蔵されていた水中凧が外部に展開し、ワイヤーを介して魚雷に栄光されるものである。この水中凧が目標に当たって潰れると、フックが外れ、ワイヤーが戻り、進管が作動する。この補助装置は沖縄特攻で水雷部隊に配備された。 しかし、当時の日本では、バブルパルスなど、水中爆発の研究は、非常に遅れていた。水中爆発や、バブルパルス、バブルジェットに関する初期の専門書であるロバート、H コール著の、アンダーウォーター・イクスプロジアンスが出版されたのが1948年で、あるから第二次大戦当時の日本人は、水中爆発の専門知識を知り得なかったと、考えられる。 ヤマトミュージアムに展示されている93式魚雷推進部長術の通り93式魚雷は酸化剤として酸素を使用する魚雷で酸素魚雷として知られている。本魚雷は1933年に正式採用された。93式という名称は後期2593年の末尾二桁数字による。この魚雷は酸素と石油燃料を使用して 強力な機関出力を得られたため、作薬重量の大きな弾頭を搭載でき、高速つ調射程を得ることができた。本魚雷は重量が2.8トンから3トン近くあり、弾頭の作薬は4 8 0ラムを搭載する。エンジン水力は 64kgEF である。この出力は全13トン近い魚雷を速度52ノットで走行させる。 出力発揮は13分45秒間にわたり、射程は 22km に達する。大日本帝国海軍は93式魚雷の最大性能使用を公的には速度42ノットで射程11000メートルと発表していた。これは速度で実際より10ノット遅く、射程は実際の半分である。本魚雷の動作中の排気はほぼ二酸化炭素で、 排気の気泡による鉱石を消し去った。この特性から日中の発見は困難だった。しかし全ての魚雷に共通する欠点として熱帯の海で野戦に使用した際には魚雷の高速水中走行により夜昆虫が発するほのかな光の鉱石が発生することは不可避だった。93式魚雷は直径6 1トルの水上用魚雷で、 40ノットの高速でも3 0トル以上の射程を持つ優秀な魚雷であった。主に駆逐艦に搭載され、搭載する駆逐艦には空気から酸素を抽出する酸素生成用の空気圧縮機が搭載されていた。魚雷に酸素が使用されていることは極秘事項であったため、防具用上の理由から酸素は特用空気、第二空気と呼ばれた。93式魚雷を含む 日本製魚雷は、実施部隊での新艦の調整が可能とされており、現場では、不発にしたくないという意識から衝撃戦を過敏に、設定していたことが多く、それはしばしば目標に命中する前に自爆する、はや、爆を招いた。第3次ソロモン海戦においては、従順、アタゴ、タカオが、最良の射程から発射した93式魚雷が、戦艦。 ワシントンに命中直前の位置まで達したが、ワシントンの鉱石波による衝撃で、かける操中に早や爆を起こした例があった。命中していれば、ワシントンに甚大な損害を与えたことが予想されたため、設計部門の担当者はこの新艦の調整機能をつけたことを最大の痛恨時と改装した。戦力では、93式魚雷の1万メートルでの発射は、 目標艦船が魚雷が接近するまでの数分間を直進するときにのみ有効だった。この1万メートルを時速52ノットの酸素魚雷が走るには6分15秒を要する。こうした条件としては、従順用艦隊が戦場を高速で離脱してゆく、駆逐艦隊を全速で追跡するとき、また水面下の潜水艦に照準されたまま航空母艦が 予定進路通り航行する状況等がある。これは1942年の南太平洋の戦場で有効性が実証された。日本海軍は従来、瀬戸内海、広島県、呉市の阿賀南、大入りで魚雷実験を実施していた。しかし1933年に長射程の93式魚雷が登場し、生産魚雷の海軍領収時の発射テストのため、さらに、 大きな場所が必要となった。その後、1937年頃にはすでに発射試験場は同じ瀬戸内海、広島県の隣の山口県、徳山市の宇都島が使われていた。この車場からは四国に向けて十分な直線走行距離が取れた。この基地は後に回転の母校となった。純水酸素を使用するための技術、編集、内順後技術証々は、 戦後しばらく経過した頃、この93式魚雷について執筆説明した。93式魚雷の最大の課題は、内蔵された二気筒機関が始動する際の燃焼制御である。始動時にいきなり純水酸素を使えば爆発事故が発生する。燃焼を制御しつつ、純水酸素を使用する装置が酸素魚雷を成立させた秘密であった。十三式魚雷では、 指導初期の酸化剤に比較的低圧の空気が用いられた。空気から酸素への繊維状態においては、今後雨に送られる純水酸素の割合を次第に増加した。燃焼は激しくなるが、気筒内の燃焼状態は制御状態にあり、制御不可能な爆発的燃焼は発生しない。機関の運転が定常状態に移行すると、空気は完全に酸素に置き換わる。期間は、 純水酸素で燃料を激しく燃焼して最高出力状態となる。93式魚雷には純水高圧酸素に満たされた色気質、結合弁小さな13リットルの圧縮空気質があり、この結合バルブは逆流を防止している。そして圧縮空気タンクは超圧器を通して燃焼室に導入される。起動時は 通常空気による穏やかな燃焼でスタートし安定して作動する。圧縮空気が消費されて圧縮空気タンクの圧力が低下するにつれ結合弁を通して酸素が色質から圧縮空気質に供給される。圧縮空気タンクはすぐにすべて酸素で満たされその後は最後まで酸素による猛烈な燃焼が継続する。この魚雷は慎重な取り扱いを必要とする。 93式魚雷を装備する軍艦はこの方の魚雷を使うために酸素発生器を装備する必要があった。93式魚雷の構造詳細、編集第2本。93式魚雷の内部構造は、魚雷先端から弾頭、気質、全部浮室、質、基室、後部気室、質、ビブダ、二重反転推進器に分けられる。基質主室の殻の厚さは 12mm である。 93式魚雷は長さ9メートルで直径61センチメートルだが、この第二空気、または高圧酸素の色質は3.48メートルの長さがあり、魚雷全長の3分の1以上を占める。この色質は魚雷の弾頭部と後部を接続している。機密名、第一空気は機関を指導するために使用される。第一空気は 初期圧力230気圧の高圧に圧縮された通常の圧縮空気のことで13.5リットルの圧縮空気質に満たされている。機密名第二空気または酸素は強力な駆動力を生み出すために使用される。酸素の初期圧力は225気圧でニッケルクロームモリブデン校の合金ブロックを機械切削 くり抜きマシニング加工して製作された980リットルの主機室に満たされている。そして圧縮空気タンクは比較的低い重機圧程度の一定圧力に保つ超圧計を通して混合室に接続されている。混合室では酸素と石油燃料との混合儀が生成され、そして燃焼室に導入される。機関室魚雷の外部核は厚さ3。機関部の後半は 地層中に、機関の冷却のため、意図的に機関室に水が侵入するように工作されている。93式改め一行来は、東油を燃料とする二気筒車板機関を装備している。この機関には、機密名、第二空気を使う。空気の代わりに酸素を使うので馬力があり、高速、長射程で重い弾頭を搭載できる。しかし、 空気配管の内部にわずかでも油分が残っていると簡単に爆発事故を起こしてしまう。この配管の整備は93式魚雷を運用する際には最重要だが厄介な業務である。事前の整備でバルブと空気配管から油分を完全に除去するには4日から5日を必要とする。酸化剤に酸素を使用する機関を実践運用中ということは 日本海軍では最高機密だった。酸素という言葉は禁止用語とされた。混合には燃焼室に注入され、爆発がピストンを押し下げて一本のメインドライブシャフトを回転駆動する。全部、後部機質、容量40.5リットルの制御用空気タンクがあり、魚雷の銃弾やオーダを制御する。これらの火事は、オーダー用新時計と銃弾用ジャイロスコープで制御され、 高圧空気で操舵される。操縦用の制御空気タンクは230気圧の圧縮空気で満たされている。振動計は水面下の走行振動を制御する。魚雷は手動で地層振動を5メートルに設定される。水平走行用振動計は水面下の走行を一定振動に保つようオーダーを制御する。ビブダビブの重打計は重打機用ジャイロスコープにより自動操打して、 魚雷の進行方向を目標方向に制御する。ジャイロスコープは魚雷を目標に導き、後部発射管から逆方向に発射された魚雷でも回答させて、前方の目標に命中させることも可能である。これらのビブジューダとオーダは制御空気で制御される。ジャイロスコープは魚雷を発射するときに回転し始める。93式魚雷のジャイロは直径15センチメートル。 厚さ7センチメートルから8センチメートルの分厚い円盤で毎分8000回転している。しかし、93式魚雷が軍艦が35ノット以上の最高速度で失踪する状態から発射される状況に対応するには、このジャイロスコープの回転速度では問題があった。二重反転推進機機関室から伸びるドライブシャフトには傘歯車がついており、 二重反転式推進機を回転させる。プロペラは四枚バネであり、この一方は時計回り、もう一方は半時計回りに駆動する。二重反転推進機を使用することで回転トルクを打ち消し、魚雷の推進方向を安定させている。回転での技術的改善、編集回転では、ジャイロスコープの回転は圧縮空気駆動から電動になり、 その回転速度は2万回転に改善された。93式魚雷の作薬量は4 8グラムである。これは長戸型戦艦の装備した16インチ手法の1トン砲弾に匹敵する作薬量だったが、回転ではこの作薬量は3倍以上の1.55トンに増加された。93式魚雷一発の破壊力は、 アメリカ艦隊型軍艦を沈没あるいは大破させるに十分な威力を戦力で示している。一方、アメリカ海軍は大戦終盤の1945年6月、洋上攻撃を受けた E367 戦から発進した新部隊の回転一機が駆逐艦に命中したことを認めたが、93式巨来の3倍以上の炸裂火薬量を持つ、 回転の確実な命中を受けたにもかかわらず、沈まなかったと主張した。93式魚雷は、長さ9.61メートルだが、回転では14.75メートルに延長された。93式魚雷の重量は、約3トンだが、回転では8.3トンに増加した。93式魚雷は、水深20メートルの耐圧があれば十分だったが、回転は、 潜水艦の外部に搭載されるため、水深80メートルまで耐えるよう補強された。93式魚雷は最大速度52ノットで射程2万2000メートルだが、回転は速度30ノットで航続距離23キロメートル、速度10ノットで航続距離78キロメートルに変更された。回転は水面直下かつ低速での安定した。 走行性能を持つよう改善された。これは、誘導を搭乗者による、潜望鏡からの極めて狭い視界によったためである。93式魚雷1型、93式魚雷3型、95式魚雷1型、94式魚雷1型、94式魚雷2型、90式空気式魚雷21、マーク821、マーク918マーク、XV マーク10マーク13マーク14マーク15、 マーク18マーク16マーク17ありがとうございます。